皆さんこんにちは、ヘアメイクの川北です。いろんなコメントいただいてるんですけど、そうなんですよ、僕小顔になっちゃいました。これをね、早く皆さんにお伝えしたかったんですよ。半年ぐらいですね、山口先生のところに通わせていただきまして、もうおかげさまでシュッと、もうキュッと、あんな大顔だった僕がこんな小顔になったんですから、もう皆さんも毎日やれば絶対大丈夫なんで、今日そのメソッドをですね、ちょっと山口先生に教えていただこうと、はい、ご登場いただきます。よろしくお願いします。山口先生です。大会山口整骨院、山口です。よろしくお願いします。めちゃくちゃ有名な方もうあの人もこの人も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 全員やってますね。いえいえ、もうとんでもないです。もう恐縮です。すごいですね、はい、A スタジオ見させていただきましたし、ね、ありがとうございます。本当すごい、バッチリうまくいきましたね、はい、先生の手にかかれば小代わりには絶対なる、なる自信はあります。ですよね、川北さんがなりました。いやいや、そうなのよこんな顔してたからねこんな顔してた僕がこうなりましたからポイントは何ですかね先生。やはり、まあ、輪郭って骨格なんですけど、はいはい、その骨格のコンディションを作っているのは筋肉の凝り塊です。筋肉ね、世の中の人はみんな食いしばってます、一生懸命なりすぎて。あ、ここね、夜ね、そうなんです。肌の力もなくなる、筋肉の力もなくなる。なるほど、はい、で先生よくいろんなこと言われます。触っちゃいけないとか、はい、マッサージしちゃいけないとか、はい、これはどうですか先生的に。これって、うん、もう実はそういう賛否あるんですが、はい、実はマッサージって、うん、結局は体の隅々までいろんなところをマッサージ必要なんですけど、うん、特に凝り固まってる顔のマッサージをしないと、うんうん、栄養が運んでこないんです。そうですね、血流です。代謝が落ちていっていくと、うん、どん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 栄養が運ばれない分、うん、回復できないんですよ。そうですよね、お肌も同じです。そうです、ターンオーバーです。それを何もしない状態だと、うん、どんどん細胞は老けていっちゃう、うん、なるほど、はい、ターンオーバーできないです。なるほどね、栄養運ばれないし、一緒に作らせていただいたこれを使えば、はい、そうなんです、はい、問題ないと。そうです、あの僕本当に現場でもやってます、はい、もうねパーンと上がりますし、血流も良くなってるし、その通りです。僕も治療で今使ってるんです、うん、いやすごいの作りましたね、そうするとね、うん、患者さんのお顔だけではなくて、うん、僕の手がまず感じてくるんです。かなりあったかくなってくるんですよ。あったかくなる、これびっくりだなと思うぐらい、うん、使ってて自分で感動してます。たくさん塗り込んで、うん、摩擦を軽減しながら、ね、たくさん美容液をお肌、うん、筋肉に入れていく、これがやっぱりメソッドです。いやそうですよね、はい、じゃあもうこれ早速皆さんにね、はい、分かりやすいメソッドをですね、はい、ちょっとここでご紹介していただきたいなと思います。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速始めさせていただきます。まずマッサージクリームですね、こちらです。量としてはたっぷりめで、ほっぺたから全体的につけていきます。おでこ、眉間、少し手の指のひらで一番固まってるほっぺたのところです。ほっぺたをゆっくり回すように、決してこう引っ張るものではなくて、少し圧を加えながらマッサージするように、少し回すようにしながらマッサージしていきます。5回から10回回したら、今度はこの頬骨に沿って少し指の腹、もしくは僕なんかは拳が入れやすいので、この頬骨の斜め上に当てながら、ここに沿ってグリ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 、少しずらしてグリ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 で、一番ここ固まってます、ここもグリグリ。痛い場合は指のさっきのこの腹でいいです。グリ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 、ほぐすように、だいたい3往復ぐらいグリ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 回すように、でさらに回すように、口元、指の腹で5回から10回回すようにほぐしていきます。次です、ここです、大事なところですね。ほうれい線ライン、これは指のこの部分でいいです。この部分を少し揺らしながら、少し痛い程度ぐらいでも十分にマッサージしてください。ある程度痛みがあっても、よくここの部分大切な場所なので、代謝されてしっかり栄養がいくと、ここの栄養不足が改善される。その結果ほうれい線ラインが消えてきて上に上がる。目の横です。これ疲れ目なんかにすごく使うツボなんですけれども、太陽穴ってツボです。
ここも実は目が下がっちゃう原因になってますので、よくグリ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 、指のこの腹でいいですよ、優しくでいいです。この眉毛、眉毛のこのラインです。ちょうど骨でいう眼下口というこの穴があります。その上のこの際、ゆっくり内側から外側に、ゆっくり内側から外側に、3回から5回ぐらい、あんまりまぶたをグリグリやらないでください。今度は眉毛のこの上の部分です。大体3ポイントぐらい、内側、真ん中、外、ここね、よく取ると目パチッと開きますよ。このおでことかこの眉毛の上のこの筋肉が凝り固まってるから、どん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 筋肉のこういった、そうです、下がった状態が出てきて、それをほぐすことによって筋肉の本来の力を取り戻した結果が目がパチンとしてきます。10回から15回程度をぐるぐるぐるって回しながら3往復ぐらい、はい、おでこ部分です。おでこ部分、よくここにシワ、皆さん気になりますよね。シワがある状態のところっていうのは筋肉がこういうふうに寄っちゃってますので、これもぐり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 って、どうぞこの真ん中辺、真ん中辺が結構シワになってくるところ、ここもほぐしてあげましょう。ちょっと力を入れてほぐすだけでもかなり効果出ます。この部分もしっかり、生え際、ここもね凝ってる人多いです。頭が結構凝ってて頭痛くなってる人って、顔のむくみも出てきてますので、ここもしっかりケア。これもね、僕は拳なんかでくーっていう筋膜をこういうふうにマッサージするんですけれども、結構これ痛いですよね、ちょっとね、このぐらいだと。なので最初はもう指のこの腹で少し回しながら緩めていく。お顔と同じぐらい大事なところ、この首の前面の筋肉、強さに言うと好きです、まあ、このぐらい、これでも少ないと思うんですが、少し多めに、でもこれはこの胸周りの方までやって結構ですので、たっぷりつけてみてください。ここも首が凝り固まってると、この強さに言うと筋横に広がっちゃうんです。横に広がっちゃうので、これをよくほぐす。首がそうするとどん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 細くなっていく。耳の後ろのこの硬いところはこの指の腹でいいです。やっぱりちょっと痛いですからね。これも10回回すを3セット3往復ぐらいで、その後この鎖骨の上、ちょっとまくっちゃいますよ、この部分、ここも大事。強さに言うと筋ってこの下、この鎖骨の裏側ぐらいに筋肉が終わってますので、ここもよくほぐしてください。これでも少し物足んないなという人は、もちろんこの拳でいいです。少し筋膜を剥がすような、あとはちょっと胸が触れないので、ここです、デコルテ周りから大胸筋、この辺もよくマッサージします。これもグーでもいいですし、指の腹でもいいし、こういうここを使って、ここを使って、こういうところでもいいです。これはね、お顔も同じなんですよ。実は僕も治療でやってるように、こういうふうにして少しここで見えやすいですね。ここです、ここです、この子自分でね、痛ってところがあります。1個、これこれこれ痛いですよね。ここ一番凝ってるので、少しここにちょっと力を入れながらマッサージします。ここからグーッと、そうで、今度はこっちです。でまた3秒ぐらいから5秒ぐらいをずらしながら、この痛いところね、はい、顎の先端からぐーっと耳元まで、この綺麗なね、このフェイスラインって感じです。ここね、やっぱりここのフェイスライン、皆さん綺麗にしたいのはこの部分なので、そうです、輪郭が綺麗に出るように、はい、慣れてきたらもう本当に当然そうです。やっぱり時間が短めにやりたいので、左右同時でもいいです。左右同時に、やはり皆さん頑張って5分とか6分、10分、7分、8分とかって、ものすごいみんな頑張っちゃう人いるんですけど、それはね、結構ね、続かなくなることが多いですので、やはり2分でも3分でもやることが大事です。やっぱりコリをほぐす、それと同時に体の中のこの定着した水分を動かして、肌の少しブロックを解除してあげる。それで美容液成分をたっぷりこの筋肉内、筋膜、そして皮膚、
お肌に入れていく、これが大切なことです。クリームをつけてこのたくさん入った栄養分を体の中に補給していく、それが筋肉、筋膜、そして皮膚の回復、リカバリーになる。その結果がグンってリフトアップしていきます。結構今この状態を見ても思ったんですけど、簡単にやっただけでもかなりリフトアップしていきますので、お肌も強く、そしてこのハリ感が非常にグッとよく出てくる、このコンディションを作っていけると思います。簡単なんでぜひやってください。しかもこれいっぱいつけていいですよ。かなりつけて入れてください。そうすると保湿も栄養も満たされるのだと、やっぱり摩擦も軽減されるので、爪とかそういったところで引っ掛けてしまうってことも減ってきますので、ぜひ使ってみてください。いやもう本当ねすごい、いや本当にすごいんです。分かんない人はもうこのクリーム使ってもらえれば絶対大丈夫です、うん、そうです、はい、そうですね。マッサージっていうことは、うん、テクニックっていうこともやることですから大事ですよね、毎日続けること、うん、習慣にねそうしていただければ、その日のコリはその日に取る。いやもう本当その通りです。そうです。で、あのこのマッサージちょっと分からないよって、もっと深く知りたいよって方は先生のこの本とかね ありますので、これもねものすごい売れてる本ですので、もう結構前ですけどね、結構前にね、ね、はい、一緒ぐらいに、ね、出させていただいたんですね、ちょうどね、はい、そうなんです。横浜もありますし、はい、あとあのもっともっともっと効果欲しいって方は山口先生が監修されてこちらのね、もうこれも大人気です、稲妻。はい、僕があの制作です、制作監修全部しました。僕もこれね、はい、撮影現場で使わせてもらってます。ありがとうございます。ものすごい効果ありますね、今ね売れてますね、この効果すごいですから、はいはいはい、ぜひ使っていただけたら、使っていただけたらね、はい、嬉しいと思います。あとまたもっとね、うん、詳しいこと本当ね先生とやっていきたいので、はい、今後はそうですね、ライブで、はい、ライブで、うん、あの気づいたこととか、ここをもうちょっとやった方がいいっていうポイント、うん、ポイントも絞っていきたいです。そうですね、はい、本当にマッサージをねやれば顔は変わりますので、そうなんです、ね、そうです、もう信じてやっていただければな、はいはい、これでねかなり結果が出てる人いっぱいですから、いっぱいいます、はい、ぜひ、はい、ね、はい、ということで山口先生でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。